どうもベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本の美味しいものを皆さんに紹介していきたいと思います。今日皆さんに紹介いたしますのは、静岡県のご当地グルメで代表的な存在でもあります、こちら爽やかにお邪魔しまして、げんこつハンバーグを食べていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いきましょう。レッツゴー。今回訪れたこの爽やかというお店は、言わずと知れた静岡を代表するグルメなんですけれども、なんと静岡県のみの店舗展開となっていて、静岡県でしか食べられないご当地グルメになっています。そして今回はランチメニューでげんこつハンバーグを注文しました。一体どんなハンバーグが出てくるのか非常に楽しみです。さて、注文したハンバーグが運ばれてきました。ご覧の通り、運ばれてきましたら店員さん自らナイフとフォークを持ちまして、このように2つに分けてより鉄板でジュージューと焼いてくれます。そして焼き上がりましたら、醤油ベースの玉ねぎソースをかけて完成です。このように自分で一口サイズに切り分けたら、早速一口いただいていきましょう。一口いただきましたけれども、やはり爽やかのハンバーグはとても美味しいです。外側は炭火でしっかりと焼かれていて、中はユッケのような食感で、噛めば噛むほど肉の甘みと旨みが広がってきます。これは白いご飯がどんどん進んでしまいます。そしてハンバーグの上からかけたオニオンソースの甘酸っぱさが、肉汁の旨みをさらに引き立ててくれています。こんなにも美味しいハンバーグは県外に出店すべきだという声が多く寄せられているそうなんですけれども、残念ながら今のところは出店予定はないそうです。大きな理由としては、味と品質へのこだわりがあるそうです。爽やかで使用されているハンバーグというのは、静岡県内の工場で出荷されています。その日に届いたお肉はその日のうちに使い切るのが原則だそうです。静岡県でしか食べることができないこの爽やかのハンバーグを求めて、県外から多くの人が足を運んで食べています。爽やかは非常に人気店でございますので、ランチ時、そして夕食時には必ずと言っていいほど待つ時間があります。そのため時間に余裕を持って訪れることをお勧めいたします。爽やかにはハンバーグ以外にももう一つおすすめのメニューがあります。それがこちらです。爽やかステーキでございます。ぜひ訪れた際にはこちらのステーキも食べてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。今後も美味しい料理や日本酒など多数動画を配信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは See you!